1977年の豊二駅と周囲約500メートル範囲。下が、広尾方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成豊二駅は、北海道広尾郡広尾町あざ豊二に,に、かつて設置されていた、日本国有鉄道広尾線の駅である。電報略号はとに、広尾線の廃線に伴い、 1987年2月2日に廃駅となった。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。かつては二面二線の相対式ホームを有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎と反対側の一線は交換設備運用廃止後も側線として残っていた時点では、 プラットホームは撤去されていた。その他、本線帯広方から駅舎側に分岐し、駅舎北側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物測定を一線有していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は構内の西側に位置し、ホームに接していた。当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語の豊よに由来する。 この土とはアイヌ民族が食用にしていた軽装土のことらしい。1981年度の1日あたりの乗降客数は50人。1999年時点では鉄道関連施設は何も残っておらず荒れ地になっている。2010年時点でも同様であった。ありがとうございます。